はい、どうも池井です。今日はクロスタユニバース北海道公演の1日目のライブレポートやっていきます。いや、北海道もいいっすね。てか今回ほんとクロスのツアーやばいかもしれんね。あの客席側の熱ももちろんすごいし、本当にツアー始まったばっかなんだよね。本当に始まったばっかなのに完成度が高すぎるんですよね、メンバーの。マジで過去になかったですよ、こんな。もしかしたら今回のコロナの、まあ、おかげって言っちゃおかしいかもしれんけど、でこのツアーがすごいいいものになってるっていうのはあるのかもしれないですね、本当に。まあそういう意味ではある意味でまあ感謝かもしれないね、コロナに。まあ決して喜ばしいことじゃないんですけど、コロナ自体は。ただまあそれの負の影響のおかげで、まあプラスが大きくなってるっていうのはあるのかなと思いますね。はい。で今回のこちらの公演もですね、あの開演前からやっぱ手拍子すごかったっす。一体感もすごかったし、本当に人数の割に、音が大きいんですよね。まあ響いてるとかっていう、そういうの建物の作り上の問題とかそういうのももちろんあるとは思うけど、下手にあのガーデンシアターとかでやった時よりも手拍子の大きさが半端ないんですよね。まあ大きさもあとパワーも、半端ないんですよ。もうその音からなんかいろんな思いを感じるんですよね。もうすごいんですよ、本当に。やっぱこれは本当に会場に来ないとわからない部分ですね。いや本当に北海道も7年ぶりっていうのもあると思うし、コロナで1年伸びてしまったっていうのもあると思うんで、すごいやっぱり待ってましたっていうこう思いが強い感じがしますね。はいはい。そして、いつもの SE が流れ、1曲目がルカですね。ルカね、一発目1音目からぐだってましたね。やらかしてましたね。はい、くしゃってごまかしてましたね。あーってなった今日大丈夫かなってちょっと気になっちゃったんですけど、まあでもそこのミスはあったけど、でもそれ以外は普通に安定してましたね。龍一の声とかも良かったし、特に他に、まあ、大きく目立ったミスとかもなく安定してました。はい。そしてクローザー、いやクローザー一番最初の頃すごいこう入りがグダグダで、グダグダっていうか、くしゃってなってて、なかなかうまくいってなかったんですけど、もう最近は入りもだいぶ安定するようになってきてて、すごいいい感じですね。そしてやっぱクローザー大好きだわ。サビが来るたびに泣く、マジで。もう、本当にたまんないわ。クローザー。はい。そして、3曲目。You're Knocking at My Door ですね。いや本当にこの曲ね、アルバムで最初に聴いたときは、僕が一番最初に出してるアルバムのレビュー聞いてもらえばわかると思うんですけど、まあ、イノラン曲のボス曲だみたいなことを言ってたんですけど、まあ、イノラン曲、もうソロ曲ね、ソロ曲の、やっぱり感じは今まで通りあるんですけど、なんかこう、だんだんこう、変わっていっていて、なんだろうな、洋楽チックな、まあもともと洋楽チックなものではあるんですけど、な感じになってきて、こう、気だるさと重々しさっていうのがなんかこう共存してるような不思議なすごい感覚。今までの本当ルナシーにはなかったような感じですね。グラビティを重くして、ポップさを抜いて、ちょっと洋楽要素を足したみたいな。テイストにライブで聴くとなってますね。なかなかこう、なんだろう。こんな感じに生えてくれるとは思わなかったですね。ライブ映えしてくれるとは思わなかったです。はい。そして、フィリアです。さあ、今回のキーポイントですね。今回の龍一の声、どうかと言いますと、
セーブしながら出してくれた。シャウト。うん。かもなく、不可もなく。ただ、調子自体は良くはなかったみたいですね、やっぱり。その範囲内でうまく収まるように、うまくこう、シャウトを作ってくれてましたね。うん。あと、今回、フィリアを聞いてるときに思ったんですけど、もうね、こんなに幸せでいいのかなっていうのをつくづく思っちゃいましたね。まあ、先週、今週と、松山でのライブ、北海道でのライブ、2週間立て続けに旅行へ行きながら、ルナシーのライブをこう堪能し続けられるっていう、この幸せな時間をもうつくづくこう、なんか本当に幸せだなっていうのを感じて、なんか本当に幸せな気持ちでしたね。もうこうそれを感じて、そういうフィリアの最中もう涙が止まんなくなりましたね。嬉しすぎて、あ、本当にこんなに幸せでいいのかなみたいな感じになっちゃいましたね。でもまだまだこれから幸せが続くわけなんですよね。ここから先まだ名古屋もあって、福島もあって、で、まあルナシーは関係なくなっちゃうけど、それ以外にも一応行く予定のライブがいくつかあって、まあリサのライブだったりとか、あとはデイジーストリッパーのライブも行く予定があって、まあその辺も行こうと思ってるんで、この7月は本当に幸せな月になりそうですね。てかもうすでになってますけどね。っていう幸せをつくづく感じました。はい、そして次の曲ですね。空の歌。まあ、空の歌に関してはこう無事に乗り切ってくれたという感じですかね。まあ、特にかもなく不可もなくという感じで終わらせてくれた感じですね。多分普通にやったら多分ギリ出てるか出てないかぐらいの調子だったんですよ、声は。だからその声が、あのピークのところはうまくこうマイクをスッとこう遠ざけて、多分パッと見ではわからないように、普通の人がパッと見てもわからないようにこううまくやってくれてましたね。で、まあ、無理なフェイクだったりとかそういったのは入れずに、こう無難にこう終わらせてくれたっていう感じですかね。なんでもう普通に100点のライブをやってくれたっていう感じですね。ただ100点じゃルナシーのライブはダメなんですよね。ただ CD の音源通りにやるだけじゃ、やっぱりメンバーもそうだろうし、スレイブも納得しない。納得しない。まあそれ以上やっぱり求めてちゃってるんですよね、みんな。でもっとやってほしいなっていうのはやっぱありましたね。はい。ただまあやっぱり声の調子が悪いっていうのは絶対あったと思うんで、まあそこをうまくやれる範囲で全部うまくやってくれたなっていうのはすごい感じましたね、今回は。はい。そして次、静寂。でやっぱり、まあ、調子が万全じゃない状態ではあったので、がっつりこうフェイク売りたりとか、がっつりシャウトをしたりとかっていうところまではやらなかったんですけど、こうちょいちょいメロディーをこう変えていって、こう今後どうしていこうかっていうのをこう探ってるようなこう様子をすごい感じれましたね。で本当に前言った、あの羽化しようとしている瞬間をこう目の当たりにしてるような感じで、次が楽しみになるような感じでしたね、今日は。はい。今日の静寂は。はい。そして次の曲がブラック&ブルーですね。やっぱりちょっと声の調子が悪くて出てない部分がちょこちょこあったんですけど、でも最終的にはこう歌い切ってくれてましたね。やっぱね、ブラック&ブルー本当にライブ映えするようになってますね。あのララ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 ラの最後のところ、あそこはやっぱもうたまんなくなってきますね。もうドワーッと涙出てくるわ、本当に。いや、たまんなかったですね。はい。そして、この日の第一部のラストがザ・ビヨンド。ブラック&ブルーでも声の調子が悪かったんですけど、なんであの人はあんなにすぐ声が復活するんでしょうね。本当に。めちゃめちゃビヨンドは綺麗に歌ってたんすよ。高音もちゃんと出てるし、本当にバケモンですね、あの人は。はい。すごかった。はい。そして、
いつもの休憩が入って、ワンが流れ20分ぐらいですね。立ち、月光のアレンジバージョンが流れ、そして1曲目がデジャブ。で、MC が入って2曲目がストームですね。で、ストームなんですけど、いつもはこの辺もチャート飛ばしてもセットリスト言うだけだったんですけど、ふと思い出したんですよね。ストームの手を伸ばさなきゃあの光さえつかめないっていう部分が、そこの部分がすごい僕好きで、一人暮らししてる時にその言葉を紙に書いてこうずっと貼ってたんですよ。で、それをふと思い出して、今のルナシーってすごいこう、光っていうものをこうフューチャーしてて、なんでしょうね。まあそうしてるじゃないですか。でも昔から、実はルナシーってどこかにこう光を常に持ち続けていたんだなっていうのをすごく、感じて、またなんかすごい、うわーってなりましたね。まあそこの部分はまた後ほど別の動画で、まあいずれちょっとまた多分長くなると思うんですけど、動画作っていこうと思いますんで、またそれもよかったら見てください。はい。で、ストームが終わった後はトゥーブルーですね。はい。そして MC が入ってレア曲ゾーン。今回のレア曲はレイン。レイじゃなくてレインですね。レインかーっていう。レア曲っていう項目で言うと、ちょっとレア度は低いのかなという気はしましたね。正直。結構今までのレア曲ゾーンでやった曲、In Mind、Anubis、Steel、Recall って、通常のライブでは絶対にやることないじゃないですか。ルナティッククリスマスみたいな、ルナティッククリスマスで、再演したイメージワリアル、サーチフォーエデンみたいな特別な公演じゃないと、やっぱりやることってよっぽどない曲たちだと思うんですけど、レインに関しては、まあ普段からやる曲ではないけど、何かの時、なんとかのツアーファイナルとか、あとは何周年公演とか、そういったところでちょいちょいやる曲ではあるんで、レア度っていう部分で言うと、ちょっと弱いのかなっていう気はしたんですけど、なんですよ。こっからなんですよ。一番最後の、曲終わりのところで、メンバーが全員深夜の周りに集まって演奏してたんですけど、その時の深夜の演奏が、めちゃめちゃ半端なかったですね。まあ、全員が集まってきたら、こう、やろう、ゴーっていうのが、やってやろうっていうのがあったとは思うんですけど、すごかった。なんで言いいのかわからんけど、すごかった。で、その流れのまま、i4u に入ってるんで、その、i4u でも深夜すごかったんですよね。めっちゃかっこよかった。i4u で深夜を見るってこと今までもうほぼなかったと思うんですけど、この日に関してはもうほぼ深夜しか見てなかったかなっていうぐらい深夜見てましたね。はい。はい、次が MC が入ってロージアですね。で、ロージアがあって、次がビリーブ。で、本編が終了。そして、アンコール、MC が入って1曲目がメイクアバウン。で、ここでちょっと、出来事があったんですよ。そこももう、感動してこう、思いっきり泣いちゃったんですけど、メイクアバウンの時、杉蔵が手話やってるじゃないですか。曲の後半の方で。あの時に、俺の隣かな ?3 つくらい、隣の席の人が、杉蔵がやってた手話をやってたんですよ、一緒に。ただ、この、優しさっていうか、あったかさっていうか、光っていうか、そういったものがこう、つながっていくっていうのが、なんかすごくいいなと思って、めっちゃ感動しましたね。
はい。で、今のルナシーって昔と違ってこうやって光を伝えることができたり、温かさや優しさをこう伝えることができたり、広げることができたり、伝達することができたり、こうやってこう、なんだろう、本当光やぬくもりがこう伝染していく姿って本当にすごくいいなって思いましたね。まあ、ちょっとここを話し出すと本当に長くなっちゃうんで、もうパッと切っちゃうんですけど、僕も仕事を今までやってきた中でこう、なんだろう、ぬくもりや優しさ、温かさ、光とか、そういったものをこう、伝えられる、与えられる仕事ってすごくいいなと思ってて、で、そういった仕事をやりたいなって思った時期もあって、まあ、それをやろうとしてたんですよ。で、それが今、ライブという場所で、目の当たりにできて、やっぱりなし、すごいなっていうのをすごく感動しましたね。はい。はい、そして MC が入って、ウィッシュ。で、MC が入って、ラストが、ソーテンダーですね。で、やっぱ、ソーテンダーの、杉蔵がバイオリンからギターに持ち替えて、深夜の、ダダッダーで入るところ、あそこやっぱほんとすごいですね。ブワって感動がきます、やっぱり。音圧よ、やっぱり。あの音圧こそがやっぱりルナシーだなっていうのを本当につくづく感じましたね。やっぱルナシーはすごいですね、本当に。もう、好き。その一言につきますね、はい。で、最後に、今日のこの日のライブ、まあ、翌日の4日のライブもそうなんですけど、全員、座った状態でのライブで立てなかったんですよ。その地域のルールが今あって、全員座ったままでのライブ観戦だったんですけど、なんか、よかった。俺、今まで座って聞いたライブって、ずっと意識飛びかけてたんですよ、眠くて。まあ、今まで座ってのライブだったのが、龍一のソロで何回かあったりとか、あとは、スケキヨのライブで、がもう座ってだったりとかあったんですけど、毎回ね、本当に寝そうになるんですよ。意識飛びそうになるんですよね。昔からの習慣なんですよ、多分。高校の時とかって俺もう勉強する気なかったんで、椅子座って机が目の前にあると、100% 寝てたんですよ。起きてたことほぼないんですよね。うん。なんで、未だにその習慣が根付いてるみたいで、椅子があって机があると、眠くなるんですよね。まあ、机なくても椅子に座ると眠くなるんですよ。っていうので、ライブでも結構寝そうに何回もなってて、やべやべみたいなこと何回もあったんですけど、それが結構実は不安だったんですよ。俺寝ちゃわねえかなっていうのめっちゃ不安だったんですけど、全く眠くならんかったね。ルナシーに関しては。はい。それどころか、むしろもっとテンションが上がったというか、なんかこう、規制された中でこうやっていく。まあ、座らされてる中でいつものライブをやらなきゃいけない。で、立ってる時よりもやっぱり体力的に余裕があるから、まだいける、まだいけるみたいな、もっといける、もっといける、もっとやりたいみたいな感じで、こう、どん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 こうなんか思いが強くなってくるんですよね。で、そんな中でこうやってるんで、やっぱいつも以上にある意味では楽しかったですね。こう、押さえつけられた中でこうやっていかないといけないみたいな。まあ、スレイブの皆さん、ド M が多いと思うんで、もうド M の僕らにはたまんないわけですよね、そんな環境は。はい。という感じで、座っているライブっていうのも、意外と悪くないなっていう感じでしたね、僕は。はい。なんでね、明日とあと、確か福島がそうだったと思うんですけど、座ってのライブを不安に思っている方、安心してください。もっと、やりたくなります。何がって感じかもしれないですけど、本当にまだまだやれるぞ、もっとだみたいな感じの気持ちになってきて、いつも以上に多分熱くなってくると思います。はい。なので、安心してください。はい。
そんなわけで、まあ、結局、地方公演なんで、そんなに長くならないかなと思ってたんですが、まあ、結局20分いっちゃいますね。ライブレポート。まあ、僕がね、ちょっと話が下手なんでね、こう、だんだん長くなっちゃうんですよね。すいません。まあ、それでもこれからもまだまだ、聞いていただけるよという方は、これからもぜひ、また聞きに来てください。はい、本当に長い間ですが、ありがとうございました。はい、というわけで今日はここまで。バイバイ。